皆さんいかがお過ごしでしょうか。年が明けました。2023年1月の4日。現在の時刻は今日ね、ちょっと遅いんですよ。23時15分でございます。新年のご挨拶ということで、今日は、可愛い仲間、シバンが、2匹、お供しておりますけども、よろしく、お願いします。可愛いでしょ？ね。年が明けて1月のもう4日にもね、もう過ぎてしまいまして、ちょっと遅い動画、新年のご挨拶の動画になってしまいますけども、元旦の日に、2日の日に元旦のね、初詣のちょこっとした動画をね、アップさせていただきましたけども、皆さんどうですか？今日からお仕事の人も多いのではないでしょうか？私もね、今日からお仕事始まりました。はい。そして早く帰ってきまして、ちょっと動画をね回そうと思ったんですけども、なんかバタバタとして今の現在の時間になってしまったという感じでございます。今年はね、去年はまあいろいろありましたね。いろいろあったんですけども、まあ今振り返って、まあ自分のね、あの力やエネルギーにね、まあ慣れたかなっていろいろね、また勉強を支えれる感じの一年でございました。まあ神様はあれですね、もう次々といろんな課題を与えてくれますよね。本当に失敗と絶望ですかね、まあ本当人間を一番成長させるものだとね、私は思っておりますので、ちょっと今回もいろいろと自分自身で乗り越えていけた一年でありたいですね、はい、ということで今年はね、まあ年男還暦でございますよ皆さん。イエーイね、ほんと60になるなんてね、若い頃なんて思ってもいませんでしたけどね。なるのにね、その60がまあまあ来てしまいました。はい。そして最近は比較的あったかいですね。今ね、大阪の気温は4度でございますね。はい。でも今年の大晦日は、まあ今年の大晦日は久々に仲の良き友達3人と飲んでおりまして、いや気づいたらもう3時超えてました。はい。それから毎年友達の家にね、その日は泊まって、そして今年はね、阪急電車は動いてなくて、京阪電車がね、もう24時間動いていたので、それもまあ電車に乗って、友達の家に向かって、またそこで飲んで気づいたら朝の6時前でした。ねえ、いろいろと話して、まあ、今年はどうするか、去年はどうだったか、ね、いろんな話をしながら、まあ、何年ぐらいの付き合いだ？もう30、40年近いお付き合いになるのかな？友達とね、うだうだ言いながら、若彼氏の写真も見ながらね、話しておりまして、そして、そんな時間に寝たもんですから、次の元旦の日は、もう昼ですわ。ね、昼ぐらいに目覚めて、起きて、まあ友達がおせちを用意してくれてたんで、おせちとあとお雑煮をね作ってくれてたんで、お雑煮をいただいて、そして遅めの初詣に、去年同様、一昨年かもね同様、いわし水八幡宮、これ舌噛むんですよ僕、毎回いわし水八幡宮にねお参りしてまいりまして、
いや今年はね、去年全然やったのにね、今年は人やっぱり多かったね。すごい人でしたね。本当本当ね、すごいですよ。そして今年は本当さっきもね言ったように、年男還暦でございまして、この還暦の年男っていうことで、今年はね僕はもういろんなことすべてイエスイエスイエスで行こうかなと思っておりまして、すべてをもうイエスイエスイエスで自分に受け入れていこうかなという一年にねしようかなと思っております。ですからやったことないこともどん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 と積極的にやっていきたいなとも思いますしね、誘われたらどん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 と、まあこれは全てではないかもしれんけどもイエスじゃなくなったもう行きたいにね、ちょっとまだ足運んだりとかね、ちょっといろんな挑戦もしたりとかね、自分の、まあ、趣味だかなんだか、そんなんもどん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 と深めていけるような、1年目標を立てた、それに向けてどん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 とね、あのイエスイエスイエスで突っ走っていけるような1年にしてみたいなって感じでございます。皆さんどうですか、なんかそんなん、あの年の頭とかに決めたり していらっしゃいます？今年はこんな感じでいこうとかね、まあ、今年はまあ今年もなんかだらだら過ごしていこうとかね、いろんなことあると思いますけどね、まあ一番はやっぱり幸せですよ。幸せってなんだっけじゃないけど、あそうだ、幸せってみんなそれぞれ違うよね。どんな時はみんな幸せですね。それもいろいろあるよね。一概に幸せになるとかね、そんな軽く言えるものでもないですよね、よう考えたらね。人それぞれ100人いたらやっぱり100人ともね、あの幸せの感覚が違うだろうし、ね、まあ一番はそうですね、幸せっていうかやっぱ楽しさが、僕はねこれは僕の意見ですけども、あくまでも僕の考えですけども、僕の人生ってね楽しいが一番なんですよ、ね、だからその楽しければその嬉しさがやっぱり幸せにつながるんじゃないかなって、僕は思うんだけどね。だからまずはちょっと楽しく、この1年間を過ごしていこうと。あとね、本当に仲のいい友達、本当に信頼できる友達ってね、一生の中で200人なんですって。誰が言うたはったやろ。200人でも200人もいるんやと思ってね、ちょっとあのびっくりしましたけどね、200人いるんですって。でそのなんか自分の友達が200人、その幸せな友達がいたら、その200人の子がまた先で200人、また先で200人、また先で200人ってね、作っていけばすごいなんかわーって広がりますよね。そんな感じで、なんかそんなん考えてたらむっちゃ楽しくないですかね。
そんなんすごい好きなんやけどね。もともと人間好きな人なんですよ僕。人間という人物がすごい好きで、うん、だからそういうなんかね形でなんか人間の輪が広がっていけばね面白いかなとも思うしね。そうそうそう、そんな感じでね今年はなんなりと、ごめん最近ご飯食べた時でちょっとうってなってしまったけど、うん、楽しい一年やったねって、うん、言えるような2023年にしたいなと思う今日この頃でございますよ。はい。ね、皆さん年男いらっしゃいます？ね、いらっしゃったらなんかコメント欲しいな。うん。本当本当。ね、同じ年男で、同じ年男でね、仲良くなるのもいいかなとも思うしね。うん。ちょっと興味ある方 DM ください。ね、いろいろとなんか。メッセージ交換とかもしてみたいですよね。コメントとかね。うん。ほんとほんと。そんな感じで、今日は、2023年のちょっと遅めのご挨拶ということで、ね、今年は1年間、何しますか？こうします？楽しくします？ね、いろんな輪が広がったらいいねーって感じで、ね、ちょこっとしたお話いたしました。ね、今日は、仲良くシバンがシバンちゃんって言うんですよね。シバン、要はでシバっていうのがね、あのガネーシャのお母さんがいらっしゃいましたね。そのシバをかけてシバンと、ね、ネーミングつけておりますけどね。これあのテディを作ってる友達がいてね、うん、仲のいい友達がいてね、その友達にね作ってもらったんですよ。めっちゃ可愛いでしょこれ、マジで、ね、見てこれ、いまだにうわって言いそうなぐらいね、これね可愛いんですよ。吸盤もちゃんとついてるんですよね。めっちゃ可愛いでしょね。うん、尻尾もちゃんとくってついてて、ね、お気に入りなんですよ。そうそうそう、そんなこんなんで、ちょこっとしたお話でございましたね。皆さんも良き1年のスタートになったのでしょうか。なってるはずですよね。うん、良き23年、良き1年をね、無事に楽しく過ごしていただけたらなと思います。今年も1年よろしくお願いいたします。ではでは皆さん、さらばちゃん、今年も一年お世話になりますよ。ではさらば。